新型コロナの5類移行について、県保健医協会がアンケートした結果、3割以上の開業医が発熱患者の診療に対応できないと回答したことが分かりました。県保健医協会は、新型コロナの5類移行について、会員の開業医610人にアンケートを行い、158人から回答を得ました。5類に移行後 発熱患者に対応できるかという質問に対し、51.3%の開業医が対応できると回答した一方で、対応できないと回答した開業医も33.5%に上りました。対応できない理由を複数回答で尋ねたところ、発熱患者を別室や車の中で診療し、一般患者と接触しないようにする 空間的動線分離が難しいと答えた開業医が最も多く 63.、63.6%。ついで、発熱患者を一般患者と別の時間に診療する時間的動線分離が難しいと答えた開業医が56.4%となりました。また、自由記載欄では、インフルエンザと同じ対応で良いならコロナにも対応できるといった意見があった一方で、 院内感染を防ぎながら発熱患者を診療するにはこれまでどおりの手間と時間がかかる補助を継続してほしい自己負担になると検査代が高く検査を受け,られ受けない人が増加する懸念があるといった意見もありました県保健医協会では診療報酬の特例の見直しを撤回することなどを求める要望書を国に提出しました